ではここからは今日の大井競馬を振り返りましょう。第1レースからご覧ください。体勢を確認してスタートが切られました。2番の花火ちゃんがわずかに好スタート、そのうち1番のマリオローズもスタートを決めました。外からは4番のフェイディーズバック、さらに出ていこうとする7番のノーブルハート、外には10番サブノボラーレ、内に入って3番のフィッツカラルド、それから9番のノーダウト。1コーナーカーブ、後方の3頭を少しばらけて前を追っていったのは8番のドリームポルティス、後ろ開いて5番のヒストリー、そしてしんがりは6番のエンドルスター。前段中段あたりが固まってきました。展開は縦長で2コーナーカーブ、内から1番のマリオローズが先頭、リード4分の3、2番の花火ちゃんが2番手、4番のケイディーズバックが3番手、向こう上面に出ました。一馬身後ろ、内木3番フィッツカラルド、外には7番のノーブルハート、その後ろは開いて9番のノーダウト、固まってきて10番サブノボラーレ、8番のドリームフォルックス、後ろ少し間ができて5番のヒストリーが後方から2頭目、1頭遅れたのが6番のエンドルスター、最後方です。向こう上面中ほどから前は3コーナーカーブ、先段は5頭6頭ぎっしり固まって600通過、内回りの3コーナーカーブへ、ここで外から4番のケイディーズバックが先頭に変わりました。そのうち食い下がる2番の花火ちゃん、内は粘って1番マリオローズ、3、4コーナー中間から4コーナーカーブへ、固まった先段外からスーッと3番のフィッツカラルドも追い上げてきた、さらに後ろの圏内にノーブルハート、中を割ってくるのがノーダウト、ドリームポルックス、4コーナーから直線、3番のフィッツカラルド手応えよく4番のケイディーズバックを捉える、その外から伸びてくるのはドリームポルックス、馬場の真ん中ドリームポルックスが伸びてくる、先頭は3番フィッツカラルド、追ってくるドリームポルックスが2番手、3番手は粘って4番ケイディーズバック、あとは離れました。先頭は振り切って3番フィッツカラルドゴールイン。払い戻し金です。第1レースを勝ったのは3番のフィッツカラルド。 JRA からの転入初戦、デビュー7戦目初勝利です。人気に応えました。鞍上は和田丈司騎手、レースタイムは1分44秒4でした。出走の14頭ゲートに揃ってスタートしました。少しばらついた飛び出しになりました。押しているのは13番花の子、そのうち12番の当選ミランダ2頭で出ていきます。3番手集団10番当選ケイト、外から上がっていったのが14番のマロンシャンティ、向こう上面に出ます。内には1番のサンジェイ、そして8番のラバテラクロス、直後に2番ビップアトレー、それから3番のリスキーウィスキーと続きます。中段後ろ広がって4番シャインローレル、外には6番のビバアンヌ、それから7番の眠り姫、後方には9番との干渉、外に11番のミスティス、少し開いて5番のリョーランサクセス、最後方先頭からしんがりまでは12、3馬身、向こう上面中ほどからこれから3コーナーカーブ、単独先頭は12番当選ミランダ、リード1馬身から1馬身半、3コーナーをカーブして600標識を通過、2番手3番手は13番花の子、14番マロンシャンティ、8枠の2頭前との差を詰めてくる、少し開いて4番手1番のサンジェイ、その後ろは固まりました10番当選ケイト、固まって外から追い上げてくるのはリスキーウィスキー、さらには2番ビップアトレー、この圏内にはラバテラクロス、4コーナーから直線、内には1番のサンジェイ、広がっての追い比べ、しかし先頭は12番の当選ミランダ、突き放した3馬身4馬身、リード広げて200を通過、2番手は粘る13番花の子、伸びてくるのはマロンシャンティ、内を通る1番のサンジェイ、あとは後方から9番のトノカンショウが追い込んできた、トノカンショウ3番手2番手に上がってくる、先頭は突き放して当選ミランダゴールイン。払い戻し金です。第2レースを勝ったのは12番の当選ミランダ、デビュー4戦目初勝利です。鞍上は森タイト騎手、レースタイムは1分30秒6でした。収まって枠入り完了、スタートしました。まずまず揃って出ました。中ほど押して5番の乙女の子が出ていきます。内からは1番のネオペトリコール、外には6番のザガーロ、そして8番スモモ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 、外には9番上野丸メロディー、さらには10番七未来、内を通るのは7番のイーテイラー、ここまで先段固まっていきます。開いて11番のグリーンフラッシュ、直後に4番フォルハント、外には13番ベジタブルストア、それから12番輝きゴールド、3コーナーカーブ、後方勢14番の阿部の快進撃、内を通るのが3番上昇機運、1頭離れました2番のフェスティブモシリ、最後方です。縦長で600を通過して3、4コーナー中間へ、逃げるのは1番のネオペトリコール、並びかけるのは5番の乙女の子、3、4コーナー中間から4コーナー、
後ろ外から追い上げて6番のザガーロ、4コーナーカーブへ、さらに後ろの圏内にイーテイラー、外に出したのはグリーンフラッシュ、さらに外にスモモ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 、4コーナーから直線広がってノイクラで、今度は6番のザガーロが先頭、ザガーロ一気に抜け出した。2番手を打ち粘る乙女の子、200を通過、その内から伸びてくるのは7番のイーテイラー、イーテイラーが2番手に上がってくる、あとは追い込んでくるグリーンフラッシュ、内目からはフォルハント、その後ろからはスモモ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 モ、追い込んでくる、その後ろ広がった中を割ってくる輝きゴールド、2番手以下混戦、先頭ザガーロゴールイン。払い戻し金です。第3レースを勝ったのは6番のザガーロ、デビュー7戦目初勝利です。鞍上は保園翔也騎手、レースタイムは1分15秒6でした。ゲートに収まりました。スタートしました。バラバラっとした飛び出し、7番のラブラブパイロ、内から2番のゴールドアバンティ、外に8番のサンバフレイバー、3頭が広がって2周目、2コーナーをカーブして向こう上面に出ます。1番のブラウンセバンヌが4番手、後ろは少し離れまして5番の鶴岡マイスター、あとは後方3頭、3番ラストクリースエース、6番リューワンオレッジ、そして4番のハカブ、先頭から最後方までは12、3馬身、8頭少しばらけました。縦に長い展開で向こう上面中ほどから3コーナーカーブの手前、2番のゴールドアバンティが先頭です。リード1馬身半ぐらいですが、外から7番のラブラブパイロが並びかけていきます。2頭並んで3コーナーカーブへ、8番のサンバフレイバー3番手、これも前との差を詰めて600通過、内に1番のブラウンセバンヌ、そして手が動く5番の鶴岡マイスター、4コーナーカーブ、後方はばらけました、6番のリューワンオレッジ、さらに離れて4番のハカーブ、3番ラストクリスエース、4コーナーから直線前が横に広がってくる、今度は7番ラブラブパイロ、前に出るところに8番のサンバフレイバーが迫ってきた、サンバフレイバーラブラブパイロ並んで抜け出すか、しかしラブラブパイロ先頭で200を通過、ここでリード取ります。1馬身半2馬身8番のサンバフレイバーが2番手ですが、内から1番のブラウンセバンヌ迫ってきた、ブラウンセバンヌ3番手2番手争いに持ち込めるか、先頭は7番のラブラブパイロゴールイン。払い戻し金です。第4レースを勝ったのは7番のラブラブパイロ、デビュー2戦目の初勝利、人気に応えました。鞍上は西啓太騎手、レースタイムは1分29秒6でした。枠入り完了、スタートしました。遅れたのは3番のオリオンアバンティ、7番のサブノフューチャー、ラッシュがいいのは9番フォルモナ、内からは6番の京栄ジェリコ、外目から並んでいった12番のエスプリボー、内からかわしていくのは1番のミユキクレオパトラと2番のジータ、先団固まっていきます。後位には5番のチアリーがつけまして、その後ろになりました8番のタキテスは中団です。あとは11番のセイシークエンス、内に4番風のハーモニー、後方勢は3番オリオンアバンティ、7番のサブノフューチャー、後ろから2投目10番バジガクシャンス、1投離れました13番神前ジョーダンです。3、4コーナー中間に差し掛かります。前は1番のミユキクレオパトラ、並んでいくのが6番の京栄ジェリコ、3、4コーナー中間から4コーナー、8番のタキスが3番手に上がってきて前の2頭を追ってきました、4コーナーから直線、その後ろの圏内、内には2番のジーター、追ってくるのは5番のチアリー、前は3頭広がってきます、1番のミユキクレオパトラ、6番の京栄ジェリコ、そして8番のタキテス、タキテスが先頭に変わって200を通過しました。タキテスが抜け出した。1番のミユキクレオパトラが2番手、食い下がる6番の京栄ジェリコが3番手、あとは追い込んでくる11番セイシークエンス、先頭はタキテスゴールイン。払い戻し金です。第5レースを勝ったのは8番のタキテス、人気に応えデビュー2戦目初勝利です。鞍上の森田糸騎手は今日2勝目、レースタイムは1分16秒7でした。収まって係員離れます。スタートしました。少し遅れたのは7番のルーガルー、他の各馬は揃って出ました。内から1番のトゥーヤングがダッシュよく出ていきますが、これに外から3番リッキー並んでいきます。さらには11番のロージズラブ、4番のセレーネグラン、この辺りが後位、1コーナーカーブへ、後ろは4頭横に広がりました、6番カイザークリスエース、9番ジューンソリドール、外手が動くのは8番ヤマトホープシップ、それから10番サブノスカイ、
2番のポートオブコールが後ろから2頭目、1頭離れたのが7番のルーガルー。2コーナーをカーブしていきます。1番トゥーヤング先頭、2番手3番リッキー、2頭の差は1馬身で後ろは2馬身半が来ました。11番ロージズラブが3番手、その内に潜り込んでくる9番ジューンソリドール、4番のセレーネグランツ、後ろは離れて中段ポツンと6番カイザークリスエース、手が動きます。後方は2番のポートオブコール、外には8番ヤマトホープシップ、こちらも鞍上を追っつけながら、そして後方は離れていきました。10番サブノスカイに7番のルーガルー。3コーナーカーブに差し掛かります。先頭1番のトゥーヤング、リード体半分ぐらい、徐々に差を詰めていくのは3番のリッキー。並びかけて内回り3コーナー、3、4コーナー中間へ、3番手4番手、外に11番ロージズラブ、内からかわしていくか、9番のジューンソリドール、4コーナーカーブへ、5番手少し離れて4番セレーネグランツ、外には6番カイザークリスエース、それから2番ポートオブコール、外にはヤマトホープシップ、4コーナーから直線、前は2頭の追い比べ、外が3番リッキー、内が1番トゥーヤング200を通過。今度はリッキー先頭、食い下がるトゥーヤング、外から伸びてくる9番ジューンソリドール、ジューンソリドールが外伸びて2番手に上がってきた。あとは内から4番セレーネグランツ、外には11番ロージズラブ、2番手ジューンソリドール前に迫ってくるが、先頭はリッキー、ゴールイン。払い戻し金です。第6レースを勝ったのは3番のリッキーです。管理する赤峰亮調教師は厩舎開業2戦目で初勝利となりました。おめでとうございます。鞍上は藤本元気騎手、レースタイムは1分43秒5でした。収まりました。12頭揃ってスタートしました。3番のハプルーンやや後方から、前は12番マイネルグローバル、内から並んでいくのは6番のプライムライン、5番チュラクイーン、前3頭広がりました。2馬身差6枠2頭ゴールドジャイアンツ、筑波正門、外から並んでいこうという9番の白川、内から前に上がっていく1番の大入り、中段からは4番のマイネルビーラブド、並んでいくのは当番ノーブルアトラス、1馬身半後方3番のハプルーン、続いてあとは離れました2番のアスカダイヤモンド、後ろから2頭目最後方11番のマラキア、前は3コーナーをカーブ600の標識を通過、前は5番のチュラクイーンと6番のプライムライン、5枠の2頭が並んで、これに加わっていくのは12番マイネルグローバル、4番手7番ゴールドジャイアン、その後ろからは1番の大入り、並んでいくのは8番筑波正門、4コーナーカーブから直線、前は6番のプライムラインが先頭に変わります。外から追ってくるのは12番のマイネルグローバル、現在2番手前に迫っていって200の標識を迎えるところ、3番手以下は広がりました。内目から4番のマイネルビーラブド、あとは外から7番のゴールドジャイアン、その内を通っては3番ハプルーンも追い込んできた。前は6番のプライムライン、6番のプライムラインが先頭でゴールイン。払い戻し金です。第7レースを勝ったのは6番のプライムライン、人気に応え連勝です。鞍上は石川俊介騎手、レースタイムは1分14秒2でした。枠入り終わってスタートしました。内で1番セイペイシェンスが好スタート、追っていく4番レジェンドルーラー、内からは3番サーブルルミエール、外からは9番ロジフェーブル、現在4番手、内を通って5番サンドアラバスタ、並んでいくのは8番マリキンサックル、あと後ろはばらけました。2番のバルバトスが後ろから3投目1コーナーカーブ、後ろから2投目6番の賢人で、最後方追走7番ポイントオブオーナー、前は 1,2 コーナー中間です。先手1番セイペイシェンス、リードは1馬身半から2馬身ほど、外から4番レジェンドルーラー2番手に上がって、内を通る3番サーブルルミエール3番手、2コーナーから向こう上面2馬身差、内側に5番サンドアラバスター、並んでいくのは8番のマリキンサックルで、この圏内は9番ロジフェーブルで、その後ろが8番のマリキンサックルです。あとは離れて2番のバルバトス、それから6番の賢人、後ろから2投目最後方7番ポイントオブオーナー、前はこれから3コーナー、1番のセイペイシェンス依然先頭、並んできたのは4番レジェンドルーラー、2番手から前に並んでいこうとしますが、また1番セイペイシェンスが振り切りました。3コーナーをカーブしていきます。後方から5番サンドアラバスタ、これが前に上がって、また4番レジェンドルーラーも並んでまいりました。3頭広がってくる、4番手3番サーブルルミエール、その後ろから9番のロジフェーブル、内を通る2番マルバトスで4コーナーカーブから直線、
前は4番レジェンドルーラー、外からは5番サンダーラバスタ、間を狙うか、外に出しました3番サーブルルミエール、前は先頭5番サンダーラバスタに変わるか、食い下がって4番レジェンドルーラー、追って3番サーブルルミエール、現在3番手、前は5番のサンダーラバスタ、内側4番レジェンドルーラー懸命に食い下がる、外から追い込んでまいります3番サーブルルミエール、広がってゴールイン。払い戻し金です。第8レースを勝ったのは3番のサーブルルミエール、人気に応えこれで3連勝です。鞍上は笹川翼騎手、レースタイムは1分42秒0でした。枠入り終わってスタートしました。まずは序盤のポジション取り、内から1番のフィンフドラさん、並んでいく3番のフェードアウト、外から7番ケイアイタカプナー、先団3頭の後ろ、後方も固まり加減で5番のオーシャンバローズ、それから6番の白山チコちゃんが続いています。内を通って4番コンボルブルス、1コーナーカーブ、馬群から若干遅れましてしんがり追走2番のミスルーア、しかし7頭ほとんど固まって1、2コーナー中間です。先頭1番のフィンフドラさん、リードは4分の3馬身ほど、3番フェードアウトが2番手になりました。1馬身差、7番のテイアイタカプナ、2コーナーから向こう上面、外側並んで5番オーシャンバローズ、2馬身差で4番のコンボルブルス、外側に6番の白山チコちゃんが続いています。あとは3馬身ぐらい離れました最高峰追走2番のミスルーア、先頭からしんがりまでは7馬身8馬身ぐらいの圏内、しかし前の方は比較的固まっています。3コーナーカーブの手前、1番のピンフドラさん依然先頭、並びかける3番のフェードアウト2番手、その後ろは5番オーシャンバローズ、7番ケイアイタカプナ、3番手4番手並走で、その後ろは2馬身開きました。6番の白山チコちゃん600の標識を通過、内からかわしていく4番コンボルブルス、最後方2番のミスルーア、前は4コーナー、逃げる1番ピンフドラさん、迫ろうという3番のフェードアウト、さらには7番ケイアイタカプナ、4コーナーから直線、外から5番のオーシャンバローズ、4番のコンボルブルス、逃げている1番のピンフドラさん、リードは1馬身から1馬身半じわりと広がりました。3番のフェードアウトが2番手、200の標識を通過、3番手以降は遅れています。3番手は7番ケイアイタカプナ、並ぼうという5番オーシャンバローズ、さらに4番コンボルブルス、逃げる1番のピンフドラさん、懸命よって3番のフェードアウト、なかなか差が詰まりません。1番ピンフドラさん逃げ切ってゴールイン。払い戻し金です。第9レースを勝ったのは1番のフィンフドラさん、鞍上は真島大輔騎手、レースタイムは1分53秒5でした。13頭揃ってスタートしました。まずは内の方から1番のカラヤン、並んでいくのは3番ターコイズリング、さらには5番の共和セイバー、並んでいきました。1馬身差、8番の鈴鹿シニックが続いて、外側並んでいくのは当番エドノテイラー、中段内から2番当選バネッサ、並んでいく7番神の赤富士、外から9番チェインドレディ、さらに外を通っては12番ロマンロケット、その後ろ内を通って4番のコンパスシオーネ、3コーナーカーブに差し掛かります。11番のビッグブラザー続いて、あとは内を通って6番ブリルエリーゼ、馬群から離れました最後方13番サルダーナ、前は 3,4 コーナー中間です。3番ターコイズリング先頭に立っています。外から並んでいく5番の共和セイバー、2頭の後ろ少し間が空きました。1番のカラヤン、並んでいくのは8番鈴鹿シニック、4コーナーカーブから直線、あとは7番神の赤富士、内を通って2番当選バネッサ、前は3番ターコイズリング、5番の共和セイバー、2頭の追い比べ200を通過、今度は5番共和セイバー前に出ました。3番ターコイツリング2番手に並んでくる1番のカラヤン、迫ってくる2番当選バネッサ、その後方から内目を通って4番のコンパスシオーネ、先頭を突き放した5番の共和セイバー、共和セイバー先頭ゴールイン。払い戻し金です。第10レースを勝ったのは5番の共和セイバー、転入初戦南関東初勝利です。鞍上の森大斗騎手は今日3勝目、レースタイムは1分13秒1でした。ゲートイン完了、スタートしました。まずは中ほどから8番光栄スーシェフ、内からは出口が入って4番のミリミリ出ていきます。しかし押して光栄スーシェフが花を切っていきます。外から当番ライゴネルカズマ、これが今3番手につけました。
その後ろの圏内から12番チェリーレッド、内を通っては7番エアースピーダー、11番日本帝王が続いています。並んでいくのは9番ベイズンストリート、内からは1番レイジングブレイズ、並んでいくのは5番10番マックスで1コーナーカーブ、あとは後方から2番アエノエンペラー、3番琥珀の夢、最後方追走6番ワンフォーオール、前は 1,2 コーナー中間です。先手8番光栄スーシェフ、抜けてリードは2馬身から3馬身ほど、2番手に4番のミリミリ、2コーナーカーブから向こう上面、1馬身差3番手9番ベイズンストリート、1馬身半から2馬身差4番手7番エアスピーダー続いています。外からは当番ライオネルカズマ、内を通って1番レイジングブレイズ、この辺り固まってきて、外には12番チェリーレッド、直後内から2番アエノエンペラー、少し上がっていきました。11番日本帝王、中段の後ろを進んでいます。それから3番の琥珀の夢、並んでいく5枠の2頭、10番マックスワンフォーオール、10番マックスは少し後退加減か、前はこれから3コーナー。先頭8番の光栄スーシェフ、リードは1馬身をキープしています。手が動いて4番ミリミリが2番手、600の標識を通過、3、4コーナー中間、3番手か2番手、並んでいくのは9番ベイズンストリート、1馬身半差、内を狙うか1番レイジングブレイズ、それから2番アエネエンペラ、外に行きました。4コーナーカーブから直線、逃げる8番光栄スーシェフ、間を割って1番レイジングブレイズが前に迫ってくる、さらには4番のミリミリも盛り返してまいりました。それから9番のベイズンストリート、追い込む2番アエネエンペラ、横に広がって200を通過、逃げる8番光栄スーシェフ、迫って1番レイジングブレイズ、レイジングブレイズが2番手が前に並んでくる、さらにアエネエンペラ追い込んでくる、4番のミリミリ、ミリミリ、アエノエンペラ、レイジングブレイズ広がってゴールイン。払い戻し金です。第11レースを勝ったのは2番のアエノエンペラー、鞍上は的場文雄騎手、レースタイムは2分7秒6でした。収まります。枠入り終わってスタートしました。前は横に広がっていきます。間から2番のフォルドンナ、外からは当番タツノフレア出ていきました。タツノフレアが花を切っていきます。内から1番のベルリラ、前に迫っていきました。外から5番カンパリフレイバー、前4頭固まり加減ですが、抜けたのは当番タツノフレア。先段の後ろから6番 JK マクフィー、内を通って7番アンジュジュバーン、離れました11番夢見る夢子、それから8番ラブイスキア、後方にかけまして3番ノア奇跡、並んでいくのは4番ラインギャラント、離れまして9番のポノ、しんがりを追走しています。前は3コーナーカーブに差し掛かります。先頭からしんがりまではだいたい12馬身から13馬身といったところ。先頭当番タツノフレア、600の標識を通過、リードは2馬身ほど。2番手以下2番のフォルドンナ、迫っていくのは5番カンパリフレイバー、直後1番ベルリラ、今は4番手、あとは7番アンジュジュバーン、6番 JK マッフィ、後方から追い上げる4番ラインギャラント、4コーナーカーブから直線、逃げる当番タツノフレア、リードは2馬身から2馬身半、外から追ってくる2番のフォルドンナ、さらには5番のカンパリフレイバー、2頭が並んで前を追ってまいりました。200の標識を通過、前は逃げる当番タツノフレア、迫ってくる2番のフォルドンナ、さらには5番のカンパリフレイバー、3頭に絞られました。逃げる当番タツノフレア、迫ってくる2番のフォルドンナ、タツノフレア、フォルドンナ、最後は2頭が並んでゴールイン。払い戻し金です。最終第12レースを勝ったのは10番のタツノフレア、鞍上は和田ジョージ騎手、レースタイムは1分26秒4でした。ここまで今日の大井競馬を振り返りました。